ピリコのチャンネル三重県突入。うまい。うまい。完璧まっしぐらだね。ドック行く。さあ始まりましたピーコブチャンネル40だと思ってこどちぐるめ発掘の旅うまいもんハンターコブです。日本だ。うまい。全然分かんなかったわ。分かんないの。三重といえばもう F1 で鈴鹿サーキットでしょ。はい、というわけで三重県突入。初めてですね、三重県は僕の母が住んでいたというと、それぐらいのもんです。三重もね、美味しい情報が結構入ってますんで探しに行こうと思うんですが、おー、見た目が痛いです。出発。餃子どーく。津餃子というのは姉餃子で、サイズがやっぱりね、特徴的だよね。手のひらと比べるとこんな感じの餃子が入る。いただきます。ちっちゃ。いい音。うん、かなり完成されたパンだよこれは。お、中にマーガリン入ってる。で、周りのパンがほのかに甘いんだよね。うん、うまいよこれ。口って、どこ行こうかね。どっく行こうか。どっか行く。ピーコは。全く皆さんに関係ない情報なんですけども、僕のお母さんが四日市を青春時代を過ごしたということで、母親の聖地巡礼をして電車にも乗ると楽しませていただきました。で、 YouTube の質問箱から三重県の食べてほしいグルメを皆さんに聞いたところ、2位がトンテキ。知ってた？四日市のトンテキ有名なのって。知らなかった。の、今日訪れましたのはトンテキ屋ちゃんというお店ですね。てかもうめっちゃすごい美味しそうなセットあって、これ四日市セットやばそうでしょ。ドドンって感じだね。四日市ソウルフードイコールトンテキイコールチャンということで、早速行ってみましょう。しょう、レッツゴー。うまそう。ワイルドに噛み切ってくださいってことで、お客様の見ててもボリュームすごいんだよ。おー、すごい。でかー。ご注文状態よろしくお願いします。はい。やばない。めっちゃうまそう。きたー。トンテキっていうのは、国産の豚肩ロースをニンニクとラードで蒸し焼きにするんだってます。蒸し焼きにして特製ソースの。そういうことか。つながってんじゃない。そこをガブッとやるのね。なるほど。これをガブッといくわけですね。いただきます。無言でご飯をかっこむ。これがトンテキに対する礼儀だわ。
そうですか、うん、うまい、うまい、染みてる味がめっちゃうまい。ステーキともまた違うんだけども、もっとニンニクが効いてて濃厚なソースなんだよね。これだけで本当にキャベツもいけちゃうみたいな。ランチタイムはご飯と味噌汁がおかわり自由。何杯食うかな。ご飯にもこだわりがもちろんあって、秋田県と山形県の間動画でも撮った鳥海産の雪解け水を使って、お米の秋田県産の一目惚れをし、飛んできまっしぐらだね。これめっちゃいいね。持ち帰り限定の大サービス、トンテキをなんと680円でランチ付きで食べれると、うん、こちらのお店ではテイクアウトがあるんですが、お取り寄せでトンテキっていうのはあまり出回ってないみたいなんですよね。トンテキソースはネットでも買えますので、概要欄に書いておきます。こちらの次の気になる方は見ておいてください。ここまでご視聴いただきありがとうございます。三重県もコースタートうまい。次回の企画は大人気マジでうまいラーメンシリーズ三重県。すすってすすってすすって、うわー。 YouTube を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter と Instagram 毎日更新してます。フォローよろしくね。気になる商品はぜひ概要欄から。 My way 向いて Go my way。 コボでした。